高木とです。高木です。お願いします。はい。今日はですね、はい、ちょっと大物ゲストを呼んで、うわー来ました、ね、もう本当にね緊張しますよ、会えるとは思わなかったですね。ちっちゃい大物って言ってもちっちゃいからね、体体ですか。元ヤクルトの監督、お真中満という方、いやー、ね、ちょっと呼んでみたいと思います。はい、はい、お願いしますいやー、はい、いいっすか。はい、どうぞ。じゃあ、どうも。どうも。どうも。すごいすごいっすね。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。まあ、監督を呼びました、はい、今年ヤクルトは調子がいいです。それを受けてどうですか。もういきなり、いや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 、複雑な感じ。まずちょっとでくらい吹かしてください。今年のヤクルトについて聞きたいよな。そうですね。それはあまりヤクルトで喋りたくないですね。えそうなんですか。喋りますか。お願いします。いいですね、うん、確かにね、はい、何が変わったの。変わったのって、もともと能力のある選手はそうだよね、はい、ちょっと、まあ、昨年は怪我人が多かったよね。まあそうですね、ほとんどあのメンバーが、まあ青木を外して、はい、あのメンバーが組めなかったって辛さがあったよね、はい、あとピッチャー今外国人も含めてちょっと形になってますから。いやもう2軍監督もやられ、1軍の監督もやった、もうほとんどの選手に携わってるじゃん。そうですね、ここだけの話、誰がやっぱ一番気になる。いや、ここだけって言いますけど、カメラ待ってますから。カメラ置いとけよ。しかもなんかアクセス数めっちゃ多いんじゃないですか。いや、なんで監督呼んだかって言ったら、監督の力も借りたいじゃないですか。お願いします。お願いします。気になる選手って一人ってことないでしょ。みんな気になりますよ。いや、気になるけども、やっぱ思い出の強い選手っているじゃないですか。そうですね、ちょっと見てる。そうですね、本当にみんななんですね。山田とかって僕、彼が1年目の時の2軍の監督だったんですよ。僕はもうずっと段階をこう見てるし、ちょっと喉がいいですね。なんで今、やっと話す気になったんですか。ちょっとやっぱり飲みたいな。じゃあ、すげーす。山田は別にほっといてもね、彼はそれだけの能力がある選手で、いやいや、でも育ててない。いや、育ててないですよ。あいつはもう能力がありますから、ただ環境を与えただけで。いや、でも俺思うけどさ、いくらいい素材でも、はい、やっぱその指導者に合う合わないって、必ずはたくさん見てきたでしょ。見てきましたね。よく殺してきたでしょ。いや、殺しはしてきたでしょ。殺しはしてきた。何とは言えないじゃないですか。あの、生かそうっていう発想で言ってるんで、全体的に。ああ、頑張る。そうそう。大事っす。だから、まあ、個性は消さないように、例えばバッティングフォームとかも含めて、肩にはめないようにっていう意識は、この真剣な話でいいんですか、これ。いや、全然、そういう話聞きたいです。ね。まあ、さっきから泡しか飲んでない。飲もうと思った話だけど。じゃあ飲んでいいですか。これ飲みっぷりいいからね。飲むよ。一気飲すんだよ、絶対すんだよ。振りじゃないから、振りじゃないから。ここ切る、ね、これ無理やり飲ませるのがいいからね。まあ2軍の時でしょ。そうですね、まあ、はい、さないという2軍の時はもうそうですね。でも1軍の時もやりやすい環境を与えようっていう発想なんですよ、結局は。だから、うん、気になる選手ってみんな気になりますよ。だってみんなもう本当に18とか19で入ってきたことは、この頃見てる選手ですもん、ね、やっぱ愛情は、うん、愛情ってちょっとかっこいいですけど、まあ、バッターだったら例えば川端とか畠山あたりはもう大体育ってきた選手なので、まあ、雄平あたりはピッチャーからちょうどバッターに変わった時ぐらいに僕バッティングコーチになったから、うん、能力がすごい高いけど途中で2年ぐらいファームにいましたかね、雄平は。だからどうなのかな、本当はピッチャーなのかなと思いながら、まあ、彼も自分で努力してね、乗り越えてきたし、うん、まあ、その辺はちょっと気になりますよね。なるほどね。まあ、今レギュラークラスでしたね。2軍の監督とさ、はい、1軍の監督の違いって2軍はどういうのに。2軍はまあどっちかって言ったら、まあ、ちょっとカッコつける人間教育というか、まあ、野球選手としてはどうかなみたいなところもちょっと見たいですよね。やっぱり人間教育ができてるんだね。できてますか。だってヤクルトで問題起こしてる人ってほとんどいない。大球団いっぱいいるからね。ここなんかします。あんたの裏ですか。めちゃくちゃないあるわけない。人間教育の基本となるものっていうのは何だって自分でこれだけはしっかり伝えたっていう。まあまあいろんなことをもちろんその話しますけど、まあ、野球もそうですけど、やっぱり人間として成長してほしいじゃないですか。野球だけ負けないといいなって発想じゃなくて、やっぱこう野球終わってからの方が人生も長いし、プロ野球引退しても終わってからも周りから好かれるという、そういう感じの選手になってほしいなっていうことですかね。いや、まあそこら辺は厳しく言った。相手に伝えるのって怒らなくてもいいと思うんですよ。相手が怒らないもんな。相手が理解してその行動してくればいいんで、うん、コーチたるもの、監督たるもの、ここは怒らなくちゃいけないんで、そういう時にこう、締めるとか、ね、締めるとか、見せしめとか、そうね、こう周りの立場のためにそこで怒らなきゃいけないとか、うん、っていうのって、結局相手が自分でそう思うじゃないですか。あ、これただなんとなく感情で怒ってんだなとか、で本当はやっぱり彼らが良くなるために怒られてんだな、指導されてんだなっていうふうに思わせなきゃいけないんで、っていうところですかね、アプローチとしては。あんまりブチ切れたことはないですか、選手。ブチ切れたのは、
まあ何回かあるけど。例えばどういうことをぶち切れたの？もう一回本当にぶち切れたのは、うん、中2の試合の時に、ユーロが先生だと思ってて、で、レフトに外人がいたんですよ、ミレージの外人がいて、うん、なんかゴロを宇宙間に、左中間にゴロ転がっていって、2人ぶつかったんですよ。で、そのままゴロがずっと抜けると、2人とも立ち上がらずに、そのままバッターランナーがもうホームが立ってたんですよ。うん、まあ、確かに結構ぶつかったんで痛いのは分かるんですけど、ボールを2人とも追わないんですよ、後ろに。で、例えば意識がなくなったりとか、もう完全に体が動けない状態だったら、もうちょっとそれもやむなしかなと思うんですけど、やっぱり本能的に拾いませんもん。いや、拾うよ。拾いますよね。ハイスコアでも1歩、2、3歩後ろに行ってみるとか。いや、もう、前進でも行くことは。一応行きますよね。で、まあ、2人とも追わなかったんです。で、雄平は、多分 もちろんぶつかったんで、ちょっと目はクラクラしたと思うんですけど、僕はその姿勢がすごい気に食わなくて、で、もうちょっと雄平にぶち切れた。もう、ミレイちゃんもなんか伸びた感じで、本当に動けないんだよ。まあ、それもどこまでもわからないけど。雄平に、どうやってぶち切れた？まあ、2人、だから、まあ、ちょっとベンチがシーンとするような感じで、何でも行かないんだ。もうそもそもそういう姿勢があるみたいな話をして、まあそれだけ彼には僕は期待したし、彼のそのプレースタイル、やっぱり周りの選手見てるじゃないですか。確かにぶつかって痛いプレーではあるけど、ピッチャーからしてみたら、取って投げてくれたらセカンドが止まってるかもしれないの、追わずにランナーが2人からなんかいたら3点ぐらいこうやってランニングボールが入ってたんですよ。を見てたら、ちょっと僕感情変わりました、本当に上手くなってもらいたいから、まあイラッとしました ね。何やってんだって。じゃあ俺もゴルフの時お前が降りよったら言うわ、ゆだんさん、今日帯何発打ったんですか？